シオ、おはよう。おはよう、つばさ。あ、リカも来た。リカ、おーい。うん？誰だろう。私？私かな。何あれ、リカ見えてないの？かもね。来た来た、リカ。ああ、翼とシオンじゃない。誰かと思ったよ。なんだか最近私、遠くのものが見えない気がするんだよね。目が悪くなっちゃったのかな。それって完全に近視じゃないの？近視って？近視っていうのは遠くのものが見えないことを近視っていうのよ。私のママがそうだからね。リカ、早く病院に行かないと、もっと見えなくなっちゃうわよ。メガネかけることになっちゃうかもしれないけどね。メガネか。私似合うかな。まあでも、メガネ買いに行くしかないわよね。あ、私もさ、サングラス欲しかったのよ。一緒に買い物に行かない？あ、そういえば最近サングラスしてないよね。そうなの。こないだ落としてサングラスが折れちゃったのよ。そうだったんだ。じゃあシオン、一緒に買い物に行こうよ。うん、いいわよ。ああ、リカ、シオン、お待たせ。なんだかさ、サングラスないと落ち着かないのよね。そうだね。シオンのサングラスはトレードマークだからね。早速買いに行こう。うん。はあ、今眼科で見てもらったら、やっぱり目が悪くなってるみたい。メガネが必要だって。そう。じゃあ、早速選びましょう。うん。あ、これなんかどう？ああ。なんだか、教育ママみたい。ちょっとダメかな。そうね。なんだか、厳しいママみたいね。じゃあ、これは？悪くないかも。でも、他のもかけてみたいな。いい感じ。まあでも、他のも見てみよう。じゃあ、これ。やだ、シオン。これじゃあサングラスじゃないの。シオンの方がいいんじゃない？今日の服にも似合ってるわよ。悪くないわね。でもちょっと派手かな。私はやっぱこれかな。うん、これに決めた。いいんじゃないそれ。私は、そうね。あ、これ。これはどう？ちょっと大人っぽくなったんじゃない？いいじゃない。あー、大人っぽくていいかも。シオンに似合ってるよ。ほんとは、前の紫っぽいのが欲しかったんだけど、なかったからね。まあこれにするわ。リカも、なんだか知的っぽくっていいわよ。ほんと？よし、私もこれにしよっと。おはよう。おはよう。
のね。二人とも似合ってる。シオンは大人っぽくなったわね。リカは頭がよく見えるわよ。やっぱり私も結構似合ってると思うんだ。そうでしょ、大人っぽくなったでしょ。あー、シオンか。最近サングラスかけてないと思ったら、やっぱりまたしてきたんだね。なんなんだね、君は。あー、アラン先生来たわよ。来た来た。じゃあね、逃げるから。はぁ、こらこら。ほんとにあいつしつこいわね。おはよう。おはよう。あれ？リカ。メガネどうしたの？ほんとだ。どうしたのよ。せっかく買ったのに。それがね。ハルト君に見せたら、リカちゃんはメガネかけない方がいいからって言われちゃったの。だから、コンタクトにしちゃった。あら、そうなの？私は結構好きだったけどな。私も。でも、せっかく買ったから、気分で、つけたい時につけようと思ってるよ。動画を最後まで見てくれてありがとう。グッドボタンもよろしくね。今日の動画はこちらの方のリクエスト動画だよ。リクエストありがとう。みんなもリクエスト待ってるね。なぞなぞいくよ。警察官と歯医者が対決したよ。負けたのはどっちかな？わかるかな？今日は私メガネをかけてたけど、みんなはメガネをかけてる私とかけてない私、どっちが良かったかな？コメント欄にコメントしてね。チャンネル登録はこちらからでも登録できるよ。次はどっちの動画を見る？またねー。